それでは 4A スプリット2の、座談会ということで、明日の条件の通りきと、ペールの渡辺です。途中仮想の河内です。ナムの菊池です。で、軽く座談会をしていこうと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。まあ、まず最初に、まあ、他のメディアインタビューとか、はい、3A のラジオとかでも取り上げられてはいるんですけど、まあ、今回 4A この4バンドが集まったきっかけというのを渡辺さんに話していただきたいなと。もうそうですね、これもなんかいろんなところで話してるんで、まあ、あれなんですけども、いやこの4バンドでしかなんかやれることがないかなみたいな、結構本当ふわっとしたなんかイメージだけが結構先行して、いやなんかやりたいなみたいなって、こうじゃあ 4A スプリットかなと、そこでじゃああと、まあ、明日の状況とノーマと途中仮想でやるしかないんじゃないかっていう、結構もう本当それぐらいのなんですかね、何もないんですよね。いやいやでも結構そこ大事だと思って、分かる分かる分かる、なんかでも言ってしまえば、うん、よく合ってた4バンドであって、あ、でもなんでじゃこの4バンドよく一緒にやってたんだろうかっていうところを実は曲ると考えてて、あの西荻窪フラットとかで、まあ、よくその企画とかで、まあ、偶然一緒になってることが多くて、まあ、なんか例えばノームとかもなんかその時計が結構続いて対バンした時期とかあったりして、特にそんなすごい際は近いとかではないのに、でなんかまあ、お花見とかしてやってたみたいな、お花見とか2年ぐらい前、2年ぐらい前とかやっていて、なんでこの4バンド集まってるんですかね。まあ、やっぱり意外に年が近いバンドがいないみたいな、それもあったと思うし、やっぱ持ってる雰囲気とかがそのこうどこにも属せてないという感じでもないけど、フラットもフラットなりにちゃんとシーンがあるじゃない。その中心でできてるシーンはあって、俺らもフラットにその出入りはしてるけど、そんなに中心ではなくてその終焉というか、ギリギリフラットに位置できてるみたいな俺のイメージね。割とフラット出てる。僕らのバンドはシーンにいたんですかね。僕は当中が、当中仮想でもなんか割ともともとフラットとつながり深い、まあベースが ね、 ね、まあ、それもある、まあ、高島君とかブッキングやってたりとか ね、 ね、うん、でもやっぱそのフラット出てるバンド見てる中で異質というか異端でもないけど、なんですか、うん、もっとなんかエモとか多い感じがするフラット。そうね、うん、ちょっと前とかは今もかなフラット、うん、まあ、俺らが出る前とか2014年あたりとか、やっぱそのサンビザとかさ、年貢とか、あとネバーミントゥービーとか、その辺なんかその大学生とかぐらいの20代前半ぐらいのかな、劇場会話みたいなのが結構シーンとしてできてたなっていうのは。でそれが一回なくなって、フラットにそもそもいた人たちがなんか残ったのかな。でその辺になんか俺らがちょっと出入りしてたような印象があるかなっていう。でなんか同じ時期ぐらいにライブバンドとかもやり始めて、確かに確かにっていうとか、なんかそういう共通点とかが俺は結構あったりして、この4バンドかなみたいな、ここがすごい最初の頃やってるイメージがすごいあったから、またやってるみたいな。その時ですか、で偶然なんですよね、全部たまたま超偶然なんですよ。で1月に3回連チャンみたいな、またもう1回全然違う企画で、全然違う場所で、アシベとかでもあったしみたいな、オギクオでもあったし、あれなんかどこだったっけな、フラッと、 あとあれスタジオライブですよ、新宿のなんか RGN の企画とか。あそうかそうかそうか、全然違うなんか企画でボンボンボンって一緒になってみたいな。見に行ったわあれ、音楽館のやつ。そうそうそう、菊池さんまだ髪長い頃、髪長い、いや結構長い、前髪結構長くて、こんな時期あったっけ、もらえない、こんな時期あったもっとなんか長いって言ってもエモボーイ寄りの感じのちょっと結構怖そうだなみたいな、なんかねその印象つけて怖い、なんかエッジ効いてんなみたいな結構印象がある。そうそうそう、あった、確かにそういうのあった、うん、あとなんかそのノームとか、あの僕阿部ちゃんと個人的になんかね、なんかちょこちょこあったりしててみたいなのもありますし、あとやっぱ高島さん、僕途中仮想と高島さんやっぱりあのフラットブッキングやっててみたいな、そういう繋がりがあった気がします、ね、途中の企画にだってノームとあその時間も出てましたよね。確か出ました出ました、もうなんか4だけ3でやってるね、なんか回数がいやそれたくさんありますよ、ね、まあまあまああるよそれ、逆も結構ありますよ、僕直近結構いろいろ、そうですよ、まあなんかでもその同じバンドでやるっていうか、なんだろう、意外といろんなところでやりたいなって思っても結局同じバンドからなんていうの、なんかメンツが変わるの難しいなと思うけど、意外と変えてくって意識しても、だからなんか毎回最初の頃は同じメンツになっちゃうっていうか、それが一番結局良かったりするから、まあ、なんかなんとなく集まった4バンドではあるって不思議と、でもあのほらバンドインタビューではさ、普段あんまり集まらない4バンドがちょっと段を取るみたいな感じの言い方をしてたよ、確かに、でもそれはさっきの渡辺さんが言ったその、いわゆる中なんかのシーン中なんか中心にいるわけではない4バンドが、はいはいはい、なんかこうはぐれ者みたいなのがなんか気づいたら同じとこにいたみたいなそういう感じ、そういう意味ですね、だと思います。なんかその最近遊んでる時もよくその、どこでライブやってるんですかってすげえ言われるんですよ。でも答えられない、わかる、答えられない、わかる、でなんかせめて新宿とかなんかあと中央線でとか、あと渋谷とか言えればいいです、それ全くなくて、わかる、でさ、いやあんまないんですよねって言うとさ、結構なんかえみたいな顔されて、そうそうそうってなっちゃうんですよ。なんかそれもちょっとよく分かんなくて、なんかそのホームつうか決まった箱でやるのが当たり前なんだろうなっていうのが、結構そういうのも全くないんだよね。そうですよね、普段どこでやるんですかってやっぱ聞かれて、いやまあフラットとかですかね、とかずつどっかすかねとか言って、そういうの多いですかねみたいな、そうそうそう、あんま決まったとこでやらないんですよねって言うと、ふーんみたいな、なんか拍子抜けみたいな顔されて、いやなんかはみたいなそれ結構ある、知らねえよみたいな逆にやっぱそういうのはあるもんなの、結構多分それが普通なんじゃないのかな。例えばなんかやっぱメタルコアだったら渋谷のなんか サイクロケレットとかアンチみたいな、そうだよね、ワープだとかエモがワープとかね、そうそうそう、うん、え、あ聞かれたことあります、そういうどこで普段やってるのみたいな
結構聞かれることはあるけど、うん、うちらはうちらでまあまあ答えられて、っていうのはあのその途中かその安にブッキングやってるじゃん、そこから声がかかることすごく多くて、で仲いいし、あのだから基本的にはフラットかホーム、あでもうちらも同じかな、うんうん、まあ、最近はその傾向は確かに、うん、ホームは一個やっぱあるよ、うん、本当にホームになったみたいな、まさにじゃないけどマッドマンズの時もやっぱ、まあ、そうだったし、俺らもセルバの時ホームやった、あ僕あの時初めてかホームです、実は、実はそうです、行ったことなくて、行ったこともなくて、あそうなんだ意外、そうそうなんです、なるほどね、そっかそっか、だからその、うん、そうですね、だからでもなんかそれなんかそのやる場所がないっていうか、そのここにホームがないみたいな割と普通なんじゃないかなって感じもしますよね、うんうん、そういうバンドの方が多いのかもしれないね、もしかしたら、はい、で、うん、まあ特にオチはないんですが、うん、まあそれでもこういう話は共有するの大事ですよね、うん、まあ意外とこのリバンドは答えられるっていうことなんだね、うん、まあでも呼ばなんだろう、その音楽性が結構変な言い方すると半端だから、うん、あのホームがない、答えられない、自分たちのホームが答えられなくて、うん、っていうのは多分一生そうだと思う、それはあの俺らもたまたま仲いいやつが、うん、あのブッキングやってたからそこに出てるだけで、うん、うん、そこは多分、うん、そいつがいなかったら同じ、例えば船長ぐるみとかで好意にやってるかって言われるとそういうわけじゃん、うん、全然なってことですね、月一でそこの結構いい感じの企画に突っ込んでもらうっていう感じではないっていう話ではあるよね、うんうん、うちらはもうあの安則くんが全部管理してるので、あライブもそうそう結構みんな分業制というか、なるほど、すごい、うんうん、そうなるほどね、かな、だからまあ結果的に本人がいる場所にはなるよね、うん、確かに確かに、うん、まあ、融通も聞きやすそうだしねとかいう感じかな、うん、やりやすそう、うん、確かに確かに、若干これもデジタルパンクとかその話に若干つながりそうな感じも、うん、っていうのはなんか意外にライブの回数とか考えてみると、うん、なんか比率としてその例えば去年あその時中国ツアー行ってて、なんかライブの回数で言うとなんか海外でやってるのが3分の1ぐらいだったんですよ、うん、単純に、うん、でなんかそのホームがないことってなんかネックだなって思ってた部分もあったんですけど、うん、なんか逆にフットワークからいろんなところに行けるんだなっていうのと、うん、なんかもう割り切っちゃっていいんじゃないかなみたいなのはあって、うん、まあその土着じゃないというかそのホームがある感じじゃなくてみたいな、で部分とでもあった方がいいんじゃないかみたいな、まあ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 、の狭間で揺れてるみたいなのがありますね、うん、まあなんか今っぽい話かもしれないね、まあ、そうですね、あまり居場所を一個にしないというか、そうですね、でも一方でそういう場所を作っておくは、うん、例えばこういう集まりで作れるみたいな、うん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 、そうですね、かもしれないですね、なんか、うん、そうちょっとまあ話違うかもしれないんだけど、だからそのまあみんな各々別のところで好きなようにやってその時々集まるのもいいみたいな話はもちろんバンド側としてはなんかそういう感じはするんだけど、例えばそのお客さんが来るっていうところで考えた時に安牌のメンツ、このメンツなら行きやすいとかそういうのを考えると、その結構変な話月1でこのメンツでやってるぐらいの感じでそのイメージを定着させて、あまた今回これなんだ興味あるから行こうとか、そういうことしやすいいう風にもなるんじゃないかなっていうのをなんかちょっと思ってて、俺も嫌なのよ、またあいつら一緒にやってるよみたいな、いわゆるね、またあそこであいつらいつもやってんじゃんみたいな、でもそれはお客さんからすると結構いいのかなっていう、そのやってる側もまああんまり細かいこと考えなくていつかいつものメンツで楽しくやれるから、うん、それまあある意味慣れ合いかもしれないけど、そのコストは下がりますね、そうね、来る側からすると結構はなんかまあ安心できるし、今月行けなかったけど来月同じ感じで行けるから行こうとか、でそれで行って楽しかったからじゃあ来月も行こうかなとか、そういう感じにもできるのかなっていう風にはちょっとなんか最近思ったりしたんだよね、はいはい、うん、そうそうそう、単純に、はいはい、うん、なんかその辺は今まで割と嫌ってたけど、いや同じやつらでいつもやったってしょうがないじゃんって思ったけど、意外とそういうメリットはあるのかもなっていうのちょっと最近ちょっと思ってた、4A 以降の感じなんだけど、はいはいはい、逆に明日の時は結構逆で、なんか今回 4A でやったじゃないですか、うん、一旦これをやらなくていいんじゃないか、なんかこういう同じメンツを続けるのやめた方がいいんじゃないかみたいな逆にあって、うん、でむしろなんかそのアスノジョ系内でよくパーティーをやるべきなんじゃないかみたいな話をしていて、何アスノジョ系内、いやあのアスノジョ系内でよく上がるのはそのパーティーをやるべきなんじゃないかみたいな、その僕ら結構ライブなんか企画ってなるとライブってなるじゃないですか、うん、もっとこうカジュアルに例えば DJ が結構時間あってみたいな、なんかまあ身内のうちは身内だけど、そういうパーティー的ななんかその気軽に参加できてみたいなイベントやるべきなんじゃないかみたいな、コミュニケーションが取りやすい、あそうですね、で大体なんか例えばよくあるなんか同じようなメンツで普通のライブやっててもなんか例えば話ができなかったりとか、うん、そこで活性そのなんかこうコミュニケーションできなかったりすることがあるんで、うん、だからライブとかは割と絞ってなんか例えばえこのバンドとツーマンやるんだこのバンドとツーマンやるんだみたいな、そういうのをやりつつ、うん、なんか割といつものメンバーメンツみたいな感じのところでこうパーティー感をやるみたいな、パーティーっぽくするのって結構大事なんじゃないかみたいな話とかしてますね、うん、それは例えばちょっと、まあ、変な話転換の間を結構長めに取ったりとか終演後の時間を早めにして、そこから飲み時間にしたりとか、はい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 、オープニングとか、うん、そういう差を作っていいんじゃないかみたいな話になってます、打ち上げ込みみたいな、あそうですね、でも確かになんかフラットもまあちょっとあるけど、ブシバシとかだからすごいいいなって確かに後で思う、そうですよね、うん、しだけどやっぱあれはやっぱ都内でやると結構大変なのかなっていう、あんなに大きい、でもあのホームの時はさちょっとそれに近かったじゃん、うん、セルバの時そうでもないから4時ぐらいに終わって、まあ、朝4時まあ、まあ、出られないから4時に終わってないよ、4時にセルバが始まって4時からみんなこう数バスを聞くっていう朝の4時なんだこれって思ってすごいなって思って、で5時ぐらいに終わったんだよね、そうでもその後さほら安野がちょっと融通聞かせてくれてさ、うん、ちょっと遅くまで開けててくれたじゃん、
うん、でなんかダラダラタイムみたいな話した、ほぼバンドマンしかいなかったけど、うん、それで久しぶりに結構俺も菊池さんと1年ぶりかな10ヶ月ぶりぐらい相当久しぶりに会って、ちょっと元気つかみたいな話をしたりしてっていうのがあったから、なんか意外とホームとかでも、うん、できるなっていうのは、うん、まあ時間があるな、はいはい、とかはちょっと思った。バーっぽいもんね、あそこね、うん、確かに確かに、うん、なんか居心地いいです、そうそうそう、うん、あるかもしれない、そうね、なんかそういうメリハリをつけていいんじゃないかみたいなことはなんか、はいはい、そうなってます。ただ一方でそのバンド回しが来ないやろみたいな本当にいわゆる身内になっちゃうでしょみたいな、お客さんでそのコミュニケーション参加したい人がいるのかって気持ちと、でもでその DJ タイムをきちんと取ったりして、なんか普通にもう少しこうなんだろうな、なんかそのパーティー感のあることしていいんじゃないかっていうのはなってるんですけど、まあ、実際どうか分かんないですね。そうだね、やってみるしかないね、やってみるしかないですね、なんかってことでパーティーがあるかもしれないって、ね、おいリリパ、うん、なんかもうそれこそ全バンドでもいいけど、はい、アコースティックライブみたいな、あだからそう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 、ちょっと敷居低めな感じのことやってもいいんじゃないかなっていうのは、そうそうそう、だから DJ あそうですね、やトリキやってなんかジローバーも適当に荒らしてみたいな、そうそうそう、そういうのありかなっていう、なんか阿部くんのドラムをみんなで囲むから、そうそう、雑談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 居場所が違う、この4バンドの中でもちょっと異質にはなってしまった部分があるんじゃないかっていう話とかちょっと聞いときたいというか、ハムバッカーシングルみたいな感じで、確かにね、音楽性もメタル要素は一番少ないよね、あ少ないというかもうゼロ、ないない、劇場的な雰囲気みたいなところでつながってて、うん、あとなんかその、まあ、精神性というかメンタリティみたいなとか近いけど、うん、音楽性だけで言うと結構離れちゃうから、ね、なんだから実際その 4way に参加すること自体もかなり悩んでて、あそうそう、それはでもまあ最終的にメンバーと話したりして、あの今回はちょっと面白そうだから参加してみようってことで、うん、でリリースとかも全然決まってなかったし、うん、これを機にじゃあ出しちゃおうかっていうんで参加させてもらってっていう感じだから、そこは正直だから俺も結構悩んでたところで、うん、音楽性全然違うよねっていう、うんうん、だから今回あの収録したリンゴの歌も、うん、もともとやってた曲で、で 4way に何を収録するかって考えて、まあ、一番、ちょっとこうハードな曲、それが一番ハードな曲だったから、他の3バンドにちょっと寄せて、うん、あの曲をチョイスしたっていう感じ、うんうん、2曲だってあれテトラ、はいはい、そうそうそう、リンゴの歌でどっちにしようみたいな結構ギリギリまで悩んでた、そうそうそう、でもう1曲の方が結構、うん、なんて言えばいいんだろう、まあ、展開もっと多いしクリーンパートが結構ある曲で、うんうん、疾走感あるみたいな感じ、爽やかな感じの曲だったから、あ、まあ、ちょっと今回違うかなっていうんで、うん、なるほどなるほど、どうなんだろうね、でも結局そのスプリット聞いてみてそんなにノームだけ浮いてるっていう風に感じて もはや分かんないんだけど、うんうんうん、私結構だから、ね、あの3バンドとそっちの3バンドも結構違うっちゃ違うし、うんうんうん、そんなにノームだけ浮いてる、あのスプリットだけ聞くと浮いてる感じがするのかどうかっていうのはちょっともうなんかもはや分かんなくなってるんだけど、うん、でもなんかコードの質感みたいなところとかは多分ちょっと近かったりはするのかなっていう、コードの質感なんか、まあ、選ぶ音っていうね、そう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 、遠くないと思います、うん、そんなに、ね、うん、細かくそんなに別に分析したわけじゃないけど、うんうんうん、やりたい音の出し方みたいなとかは結構共通してるのかなっていうのは確かに聞いてて思った、その辺が違和感のない、確かに、あとやっぱサウンドじゃないですかね、あのそのだけ今回のレックとミキシングだけ別になっちゃったんですけど、ね、うん、でもマスタリングも揃えてて、あとなんかその音の方向性もちゃんとみんなでちゃんとまあクオリティ高い感じですよ ね、まあ、そうだね、バチッと出しててみたいな、うん、それが結構理由な気がしますね、ただやっぱサウンドクオリティが揃4番で揃ってるっていう、はいはいはい、これ全員別で違う撮り方してたら、スカッと1番でスカスカでみたい な、 あ、 なんか例えばなんかペールがめっちゃしっとりしてギョーみたいな出してて、でもなんかノームがこうどっちかと荒々しい感じでやってたとしたらもしかしたらって感じはあるかもしれないですけど、はいはいはい、普通にあれ通して聴けるようになってるんで、まあ、それはマスタリングしてるんで、それがやっぱでかいんじゃないかなと思いますね、確かに確かに、なるほどね、やっぱ 4way だと思って聴くじゃないですか、うん、だからやっぱこう聴く人もこうなんかこう構えるというか次何来るだろうみたいな感じあるから、こうなんていうの、違和感ないんじゃないかなって感じしますね、でも分かんないです、僕らも相当一番、まあ、世界で一番聴いてる人なんで超バイアスかかってる、ね、いいなしか思わないもんね基本的に何とも思わない音源だな、音だな、そこまでいっちゃってそっかそっか、じゃあその曲を聴いていきますか、そうね、やっとこうかね、うん、早速まあもう俺らはね、もう 3LA のラジオでどうそう、これは聴いたから、ね、もう A のラジオって全曲聴いたのかって、いや、ここだけ、ここだけ、あ、なるほど、うん、全曲聴いてきましょう、そう、うん、親の顔よりイントロみたいな親の顔親の顔より聞くっていう親の声より聞いたイントロ
プレイヤーに親の顔のそうシワをこう親版親版親版どういう大人上がれんのか知らんけど坂口のボーカルかっこいいっす ねこれでも原案最初の元ネタの時のあいつでそれをもうどうにかこうにして、はい、結構この形になってどういう形で持ってきてるの最初なんかもうこれを持って通知くんだよ坂口さんから動画が送信されますで見るじゃんねなんかちょちょこ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 あギター弾いてんだそうそうギター弾いてちょこ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 うわーみたいなこれを何そっからだよねあその時もやりますヌノさんもなんかチャカチャカチャカ動画を撮られてあのいや結構ヌノさん作曲も多いんですよ、うんうん、あてかアルバムとか3分の1がヌノさんが作ってる曲なんで幸福とかもヌノさんあそうそうそうだからあの、うん、なんとなくなんとなくメロディーラインがあってチャン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 みたいな感じでねそれをこうみんなで頑張ってリハーモニーするみたいなわかるこのハーモニーなんじゃないかとかあ微妙にこう音像がぼやっとしたところを具体化していく感じなんだねそういう、そうかも。でも、なんか、その現場にヌノさんは、超かっちり頭の中決まってらしくて、リズムとか、これじゃないとダメみたいな。なんか、いろいろ試すんですけど、いや、やっぱ元のやつにしたいみたいな。このパートは、俺は、ノームが変拍子が多いんで、意識して、ちょっと変拍子を使ったっていう。おー、マジか。いや、でも全然ノームにならなかったんだけど、あ、ここね、このパートね。最高。ねでもこの曲がリリースしてからやっぱお客さんの認識が強まったとここで上がる人が増えたいやここ上がいや普通に何だろういやこれ予習しなくても上がる気がするあ、ね、いい意味で今回セルバツアーで結構露骨に、はいはい、みんな知ってるからここでみんなちゃんとあの動画上がってますよね名古屋のやつ上がってあそう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 ああいう感じなそれが嬉しかったここね 100% ですここがいいやここいいよねで、まあ、坂口さんが送ってきた動画をもうとりあえず一回全部完コピして合わせてみてで、どうにもならないから全部作り直してみたみたいな感じかななんかすごいざっくりもうじゃあもうメコピー、ミニコピーみたいなそうね、全部でスタジオで弾いてもらってこれもしや、こっちにも入っちゃってるかもあ、音声がいや、後ろの音かこんな気がしてきたもんあ今流れてるあそうそうそうまあいっぱそうあもしかしたら声が小さくなっちゃってるかもああなるほど一回聞いてみていきますまだ、あれそうだねこ終わったら聞いてみるあ、うん、まあ、うん、そうですねすいませんいやいやそう最初7分くらいあったのあやっぱ誰かの iPhone で流した方が早いかもしれないあ本当あの要するにあの録音してる時に別のオーディオうんぬんかんぬんあんましたくないというかで誰かの iPhone から流してた方が楽かもしれないまあこれは一回やっちゃったあそうですね、うん、まあ俺のはこれでやっても俺とスケールそう最初は7分ぐらいはいはいはい、もっと長いイントロだったりとかもっと変な決めだけで終わるアウトロットがあったそこなんでカットしたのいや終わってるだって曲として成立してねえだろっていう聞いて、はいはい、で1回ライブでもやってて1回かなフォークの長い版ですかそうそうそうなんかあのなんかミステリーランディっていう中継版とかなんかフォームの企画でそれもやってて、はい、上がんなって結構必死に作り直してこうなったりそうね、デモ版も面白いから聴いてほしいけどほぼね何も残ってないコードの雰囲気ぐらいしか残ってないで、きっかけって大事ですよねそうだねまあラジオでも話したんだけどそうやってなんかそう何度も作り変えてすげえいい革新的なフレーズが出てそこから再構成する簡単な作り方とか割とペールとか俺の作り方とかそういう感じあでも冷静に考えてみると何から流してもここに入るんで音入っちゃいますね、うん、まあいいじゃんじゃあこれでまあいいっすね、うん、じゃあこれいきますかチェックはするこれにせずに一応チェックしておきますああそうねでベールもう一周やりますのでまあ話すことあるけどもう一周やってもまた話ちょっとかぶっちゃうかもしれない確かにそうですね、うん、どっちでもいいっすファンの話せること話しましたしねうん無事でやったしねはい
さん、入りがもう6でずっとベースは弾いてて、最初のカウントも6で数えてて、6を2回数えて、ベースの開放バーってやってるのはチャクって始まってるんだけど、決めですか。そうベースとドラムが6で弾いてて、ギターがずっと5か。全員あの5人5人、はい、かっこいい。改めてこれでかいよ。かっこいい、かっこいい、いい、かっこいい、かっこいい。なんかまあ言ってたんだけど、そのエンジニア、そのレー横山とすごい一番相性良かったんじゃないかな。なんか俺これをこのなんかこういう感じはする。でもなんかレコーディングってやっぱり苦手だなって思って、なんかレコーディング2回目なんだけど、ノートしてなんか結構コミュニケーション取るのすごい難しいな。どうするかな。コミュニケーションをだから。自分の望んだ音に作ってくださいってお願いするのがすごい難しくて、でそんなにこう自分の音を口で説明するのも得意じゃないかな。結構うまく伝えるのかな。なんかもうちょっと本当はコミュニケーション取れたらこっちも多分もうちょっと楽しく終われたのかな。ああすればよかったかな、あすればよかったかなみたいなのをすごい考えてます。でも横山さんすごくいい人でした。ありがとうございました。というお手をまたお願いします。確かにボーカル見てるときボーカルの結構リテイクっていうか結構何回も撮り直してる感じそこは完全に多分俺の技量のところで、ボーカル撮りがすごいちょっと時間かかっちゃって、楽器はまあまあ早く終わったんだけどね、ボーカルがそう、うん、なんか何回も撮ってた、ね、でもあるあるでやっていくとだんだんあれってなってくるんですよね、あれって、なんか全然気に入ったテイクが取れなくて、はいはい、っていうのと、あとなんかやっていくときにあーちょっとこういうふうにちょっと変えてああいうふうにやってみようかなみたいな思いついて、ね、ちょっと試してみたりみたいなのがあって、はい、そうちょっと時間かかっちゃったね、うん、そこのないのないかないの落とすのは割と普通にもう最初から決まってあれも最初から決まってて、はいはい、まあ緩急つけるためかな、うんうん、単純に、うん、あれはいい。最初実はちょっと違和感あったんだけど、あー、でもなんかだんだんアクセントとしてすげえ機能してるなってのはちょっと難しいけどね、その地声に戻すっていうアイデア自体は結構、うんうん、あのなんだろう、キャブスっぽくなっちゃうっていうイメージがあって、そう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 、だからあんまりあのキャブスっぽいなって思われたら、うん、ちょっとその、ま、狙ってるのとは違うみたいな、そう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 、うん、っていうのだけちょっとあったけど、うん、まあ結構最初から決まってた、ね、うん、曲自体はもう菊池さんが全部作ってる人、そうそうそう、ノンは全部俺が作ってます、はい、全部作って、タブフ作って、うん、だかららしいですね全部、ね、そうそう、メンバーに送って、演奏してくださいっていう、うんうん、タブフ作るんですか、わざわざ、そうそうそう、うん、もうわざわざっていうか、タブフがもう一番楽じゃないっていう逆に思ってて、俺もここは同じっていうか、最初教えてもらって、タックスギター、タックスギター、ここはタックスギタリスト、タックスギタリスト、あのバージョンが更新されて音質が良くなっちゃったの、二人で文句言ってそうなんだ、そうなんか変にリバーブかけるなみたいな、ああ、なんかイメージできるかも、それでなんかすごいここでしか成り立たないような、なるほど、あれそれは本当に一番もう楽で慣れちゃってる、ドラムも打ち込めるし、ギターもタブフで作れるから、譜面が読めなくてもできるもんね、そうそうそう、感覚で作れちゃう、全体も見通して何回もこう違和感があれば。音が合ってないとかその中でわかるし、でもなんかすごいいいリフができても音がしょぼいから、うん、やっぱ変に聞こえる時もあるから、でもなんかそれ逆になんか精査できるポイントなんじゃないですか、なんか音圧で騙されないみたいな、最初その経験に最初からプリプロっぽくなっちゃうんで、うん、最初から僕が録音始めちゃうんで、よくも悪くもなんか音像に騙されるみたいなのがあったりするんで、マッチョなリフがだから作りづらいよね、その中でかけてんかけてんみたいな、そこはテレリンテレリンテレリンそうかも、そういうちょっとなんか人にコンポイント可愛い感じになっちゃう、それ結構なんか途中活動って飲むのなんかなんだろう、
結構ポイントかもしれないと思ってしまった、うん、結構なんかグリッドじゃないですか、グリッドに合うようなフレーズ弾くじゃないですか、うんうん、2人とも、はあ、グリッドっぽいなって思うんですよ。あ、そっから外れてないってこと。そうそうそう、うん、カチ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 みたいな、そうね、うん、結構ね、でそっから足したり抜いたりしてる感じ、ね、そんな感じがすごいするんですよ、うん、分かる分かる、うん、そう、特にだから前ラジオでも言ったけど、途中とかは曲の流れがこうちゃんと一連で連なってるというか、あみたいな、その最初から最後まで一個の筋があって、そこで音が入ったり抜けたりとか、展開がちょっと変わったりしてるところがやっぱ最初とかライブ見た時とか、うん、あいいなっていう、俺の作り方と違うなと思って結構いいなと思ってたんで、そう、なるほど、俺は多分 ABCD みたいな次はぎ、そう、次はぎ系の作り方しちゃうと僕も多分そうです、あの飽きてきたタイミングでテンポチェンジまあまあそうですみたいなね、まあ気象転結なのか分かんないけど、そう、同じフレーズに戻れないっていう気が、いや、うん、それは逆に朝抜けメンバーにすんげー散々言われて、通りが作るとどっか行っちゃうみたいな、うん、だからの絶対頭に戻ってこないじゃんって言われていて、うん、で今回逆に戻ってるんですよ。あ、そうだよね、そうそう、あれは超意識した、まあ、戻る、うん、何が何でも戻すみたいな戻し方するよね、結構強引に転調しててもなんとか戻すみたいな、ね、トニックトニックで戻すみたいな、戻す戻す、じゃあちょっと途中の曲を聴いていきましょうか。いや、このクリーンでこれ弾くのは結構天才だと思うんですよね。あーすごいよ、ね、クリーンで、あー、このクリーンでこのフレーズ弾くっていうのは結構ありそうでなかったというか、あ、僕これ結構パクりたいっていう、あ、確かにありがとう、あの、まあハムバッカーのしょぼいクリーンなんかそれが好きで、これはもう結構大胆に そこを出したりとか、だと結構かっこよかった、確かに確かに締まっちゃうもんね、なんかもう本当にしょうもないクリーンを出したかったっ、あ、こことか、これ本当に最高なんですよ、もともとここの部分が最初にあって、あ、そうなんだ、思ってる以上にやっぱドラムポコポコいってるね、うん、なんかグラインドっぽいな、いや、もうだんだんゴアグラインドと言われているジャーマンゴアというか、はい、なんかもう高校の友達でその別に音楽好きなわけじゃない友達とかにも、なんかこれっていうなんか YouTube 見たゴアグラインドってやつ似てるんだけどって言ったことがあってなんかその通り気のやつから聞いたよ、俺東急パソってバンドの曲が好きで、なんかその、あのラストデイズオブヒューマニティの有名な動画あるじゃないですか、ポコポコみたいな、あれっぽいよねって、あ、そこまで、あ、そっかみたいな、おーみたいな、ライブでもこうなってんのかな、ライブではそうなってない、なんか別にそんな意図してた、うん、意図してたわけじゃないんだけど、割と抜けてたかもしれない、ちょっと記憶が曖昧だけど、この感覚、いや、怖くないんだな、そうだ、怖くないんだなと思って、確かに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 、コードの深さとか、あ、よかったよかった、クロマチックになるとか、そうなんだよ、ピッチングの感じとかも確かに、ここですよ問題のパートあーこれこれ最初に作った時は笑っちゃってこれやばいなと思って一応笑うんですねここはなんか最初は早くすると結構やばいね途中かそのやばさってなんかさ笑っていいのか良くないのか、笑って笑えそうなんですけど完全に笑うやつなんですけど、でもなんか笑っちゃいけないっぽい感じもあるみたいな、あ、うん、笑ったら怒られるからみたいなまあやってる本人はもう真面目にやってるもんね、こうギリギリバランス感が良くて、 そしたらまあ結構そういう感じですね、そういう感じところ本当に真面目にやってんだけど、あ、なんか笑われちゃってるみたいな、笑われる分にはいい、もうそれはしょうがない、悲しいけど、不合理なのね、そういう表現だから、なんか笑われちゃってる悲しさみたいな、あ、でもそれはもうその通りになっちゃうんですね、じゃ本人はもう至って真面目、同型って感じですかね、やっぱあと、まあ、これはあれもあれだけど外人受けがやっぱいいなっていう感じだから、やっぱセルバーにも、このバンド何みたいな、はい、東中仮想で、はい、3人中2人に聞かれて、はい、これいいねみたいな、なんかそういうところのなんかポイントあるっぽいね、不思議と、なんすかね、なんかね、分かりないんじゃない、向こうに確かに、分かりやすいことない、分かりやすいのかな、分かりやすいかな、まあ、ある意味キャッチーだけど、ライブで言われたんですか、そうそうそう、ライブ中とか、あ、でもなんかあの布さんも見に行ってて、なんかやっぱ途中仮想が決まってた、はいはいはい、あ、なんか結構無茶したなって感じのライブだったけど、 その日は普通に良かったけど、こうなんかあんまりうまくいかなくてイライラしちゃって、もう、うん、とどめいやみたいになって、もう
めちゃめちゃになって弾いてたみたいな感じだったけど、結構だから見てる側としては、カーチ今日バイブス高いみたいなパフォーマンスすごいぞみたいな感じ見て、それがあの見てる側は楽しかった。本人後から聞いたらめっちゃイライラしてる。それなんかモニターとか演奏しづらいっていうか、もう自分が下手すぎて、あ、どうしてこの弾けねえんだ、一回ソロモードになっちゃってやばいっすよね。確かに、あ、僕も一回そうなっちゃうとあみたいになっちゃう。でもなんか吹っ切れちゃって、あ、そっちでいけたらいい、まあ、結構そういうの、うん、そういう時はもうそうなっちゃう。イライラしてもみたいな。イライラするんですね、ライブ中に。なんか、うん、イライラする。でも大体何も考えてないけど。いや、だから大体ライブの時は何も考えてないけど、あんまりひどいとやっぱイライラするよね。なんか考えてますか？この曲はこういう曲で、これが伝わってるのかみたいなの考えてますか？いや、わかんない。ライブ中、表現したっけ？いや、ライブ中でみんな何考えてんのかなみたいな。でも何も考えてないですけど、結構なんか遊ぶ時計とかはなんかパッチリやってそうに見えて、結構メンバーが遊ぶんで、なんかあのレースとかが結構ここぞという時にアドリブ入れるんですよ。でそちらって言うと目が合うから、これあんま、そうだな、あんまこれは完全にこう、あ、神秘性高い話にしようかな、やっぱり。でもまあまあまあ、いや、コンテンツ上げといて。神秘性のない最後のなんか全部見せますな。あ、じゃあいった。でなんかその本当にで、この前面白かったのがその最後のあのマッドマススピリットのライチの時に最後の曲、あのザクロって EP の1曲目をやって、でスタジオでやってる時にベースがよくそのアドリブ弾く部分があって、でもなんか、あ、そこどうせアドリブ弾くんだろうと思ってチラチラって見てたら弾かなくて、なんか全然無視して普通に弾いてて、あ、今日やんねんだと思ったら、その後のなんかエモくなるところでなんかキュンチュルチュルチュルって弾いてはぁみたいな、見たら目あってみたいな、結構そういうことやってるっていう。うまいからできるやつ、すごいね。結構なんかチラミラチラとか、でもそれが悪くなる場合もあって、なんかこの前ライブ中に明らかにみんなのなんだろう、気張ってるなって感じが分かった時に、ドラムがなんかそれを察して、なんかじゃあ5秒くらい曲と曲の間を長くしようって思ったらしくて、なんか5秒くらい止まったんですよ。俺が結構焦って、なんで止まっちゃったんだろうみたいな。余計焦るみたいな会話あったんですけど、なんか結構そういう絶妙なやり取りみたいなのしてたりしますね。意外とそういういたずらし合ってるんだね。なんかちょっとみたいな、いたずらし合ってるみたいな、ちょっとちょっかいかけるみたいな。それなんかそのバイブス高いで言うと、最初に見た時布くんがすごいもう武闘みたいになってて、それがすっごい好きだったんだけど、なんか最近やるからやってくれ。OK、 流血事件の時ですか？流血してた時もあったのかな。なんかでも、本当に初めて見た時はもう左右に動いて、もう、はい、もうすごいことになってて、動いてない、動いてない。でそれがすごい良かった、すごい好きで、それ最近は動いてないですね。全然動かなくなっちゃったから。そうどうしたのかな。なんか流血実験もあったんですよね。多分フラットだったんですけど、マイクは多分ガンってやったのか分かんないけど、2人から血出てたから。そんなことしてんの？ありました、ありました。なるほどな。その時流血シリーズがあって、なんか一応ベースもなんか高まって、なんかシールドかなんか踏んでアンプに突っ込んで流血みたいなのが結構初期の方にあったっす。へぇー、神秘性ゼロみたいな話ですね。意外とそういうイメージはなかったけど、そうだね、そういうこと、たまに。あれ確かになんか最近なんかこう明るい感じある。あ、終わった終わったみたいな、大変だみたいな。何誰でよく分かんないんで、なんとなく本当にここは最初のうち合わなかったっていうか、あ、全然合わねえなみたいな、どうやってやればいいんだみたいな、じゃあ出て合うよな。でここで、なんか他のバンド意識してないと言ったんですけど、そういう3なのに2つなんか3でブラストしてるんだけど、それからスタスタってなる感じとかは結構最近のまずい感じ、ちょっと意識してるんで。これはここ、なんこの次めっちゃ聞いたよ、何回も。ここで問題の問題の
ちゃ癖になるんだ。そうなんですよ。なんかこうなんかミッチングをなんかみんな立ち上げやってる時に休憩中にみんな歌ってるみたいな。なんだろう。なんだろう。このでも基本的にこの曲僕が作ってるんですけど、みんなで盛り込んでって、でメロディーラインはなんかヌノさんがなんとなく歌ったのをベースにドラムが作ってて、ドラムが結構メロディーライン作る。最後にさ歌う曲あって、ああそう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 、ありますあります。あれもドラムが作曲。ああそうなんだ。この問題の。テレビさん。ああ。もう意外によくできてる。ちゃんといろんなことが伏線回収。改めて聞いてよくここまで詰め込んだなと思ってぐらい詰め込んでる。正直ここの部分結構僕ダセで作っちゃって、と思ったらっていうフェーズ入れてくれたからフェーズしたい。まあそう。カだけのこうしたんだよ。カこの間その3番の韓国のビジュアルとかこのイベントとかなんかこの俺の曲のイメージになんか全バンドが近いっていうか、確かに確かに、なんかそういう意味でまとまりがあったっていうか。はい、というわけで4曲聴いてきました。でもいいですね、改めて。やっぱあと音いいですね。うん、うん、どうなんだろうね、音がいいべきであるのかみたいな。いや、なんか変な話だけど、いや音はいい方がいいんじゃないですか、まあね、やっぱり僕はいい方がいいと思います。はい、いやまあまあもちろん物によるですけど、そのバンドによっていいの意味が違うっていう、うん、いいとは何ぞやって話なんですけど、で今回の場合これで正解だったと思うんですよね。うん、はいはいはい、まあやめるか音話を。いいんじゃないですか。なんかあるんですか。いや特にないんだけど、いや最近音質がいい悪いとかが俺よく分かんなくなって、あーでも全然なんか割と相対的になったりするのかなんつうんだろうねっていうのがあって、なんか近いんですよ僕、うん、ライブハウスの音がいい悪いがあんま分かんなくて、あそういう音じゃんみたいな。はいはい、はい、あなるほどね、はい、なんかその音がいいっていうのは別に音質がいい悪いというよりはそのバンドが出してる音を最適解で録音できてるかとか、あそう、自分がそのイメージする音をちゃんと理解して出せてるのがいい音で、それが別に、まあ、ダークスローンだってめっちゃ音悪いけどあれはある意味音いいんだし、そうそうそう、だからワニマスカもすんごいしっかりできてるけどあれは自分たちやってることがしっかり分かってるから出せてる音で、そういう意味ですごいよ、まあ、もちろん音自体もハイファイでいいんだけど、うん、単純に音いいっていうのがあるなっていうのは最近ちょっと考えてることですね、うん、だから、まあ、それは俺は次の録音に、まあ確かに分かんない、ね、エフェクターが最近壊れて、うん、あそのなんか、まあ、リバーブなんだけどブルースカイがやっぱすごい音がいい音がいいって言ってたけど、ね、ズームのマルチで十分だなって思って、うん、十分音いいじゃんみたいな、みんなそのなんかこのブルースカイに物申したい、ブルースカイブルースカイの音なんだよ言いたい言いたい人たち、あとすいません、いやなんかみんなここまで行くとこのなんか本当にこの微妙なところを埋めようとしてるけど、なんかここまで行くのにまず使い方を勉強してるよみたいな感じの印象。ブルースカイ音いいんだけどね、ちょっとスッキリしてんだよねあれ、だからね、うるさい系とかハードコア系のバンドに合わないんじゃないかなって、まあなんか最近の島を使わないから別にいいかなみたいな、なんかね、なんか島もね自分の出してるチューニングの音とちょっとずれてる気がするんだよね微妙に。うーん、なんかそれちょっと逆に違うから、それそうと思います、それそうと思います、その微妙なズレがあんまり好きじゃなくて結局これ島とかも使ってないんだけど、なんか、はい、一応島の解説しとこうかなみたいな、いやじゃあの知らない人たちも、ああそういうことね、あの島で検索してくださいブルースカイとかの青いエフェクターキラキラっていう音が出る、バイオンが強調されるっていうか、なんか、ね、なんかあのチャリーンって弾けるとキラキラキラシュワーンってやってくるいい感じの、まあでもあれやると全部それの音になるっていう、ちょっともう時代を一昔前に5年前ぐらい流行ったやつみたいな、もう今更感ある。そのなんか言おうとしてたのは、多分それだけです。あ、ブルースカイはブルースカイの音だった。あれはの音だなみたいな。まあそうだね。で
も大体名器ってそういうもんかも、まあ、確かにそれどう使うかですね、そういう文脈ってやつです、ね、それが必要なかったら別にってことだよ ね、まあ、そうですね、必要なかったっていう話ですね、うん、よかったですなら渡辺さんの言う通り、例えばコード引きとか、うん、遊んでみたいこういろいろてるてるてる時にやっぱり濁っちゃうんですよね、はいはい、気持ち悪い感じになっちゃうんです。なんかね、そうなんだ、好きなんかね、北のその混ざってない感じがするね、結構使ってると、はいはいはい、そのブルースカイの、はいはい、単音だったら合うけど、はい、コードだと全部の音拾ってくれなくて、そんな気もしますね、微妙な、あれは全部音拾ってるからみたいな。あ、これ今島の話、これ島の話、あ、島の話、あ、ごめん、俺島じゃなくてそもそものなんか、ごめん、そもそものブルースカイ、そもそもがなんか、あ、僕ちゃんとブルースカイ使っておいて、まとまって、なんかまとまりすぎてるんですか、綺麗すぎて、なんか叩かれそうだけど、ブルースカイ使ってる人に叩かれてもいいけど、お前そうなの、いや別にあの、ただ雑談です、いや、ディスですブルースカイディスでした特に、いや、マジで好きでも嫌いでも、まあでもあの音、あれはあの音だなみたいな、めっちゃ面白い、俺もね、とりあえず何も考えずにブルースカイやって買っただけだから、でもあれ買ったらあれ買ったで、そっか、使ってんのか、うん、そう、使ってるから、ね、うん、思考停止の買い方したんだけど、普通に高かった高いね、3万ぐらいするもっと5000でしたっけ、3万5000ぐらい、俺機材メルカリでしか買わないから、あ、メルカリで新品で25ぐらいとか、3万ぐらい、3万してないと、はい、うん、安かった、はい、機材は結構、機材の話は大事ですね、うん、あとまあここギタリスト多めなんで、あ、そうね、確かに、あ、それで思い出しちゃった、あのなんかその 4way の思い出しちゃった思い出しちゃった 4way の最初話し合いをしてる時に、うん、基本的にこの辺の4人で集まってて、うん、全然話が進まないとか、まとまんないっていうことがあった時に、いや、その各バンドのそのバイブスというか動く人が担当がここ集まってるから、みんながバイブスというから、そうすまないみたいな、結構それ面白くて、各バンドにそのなんかその、例えばなんかライブ見に行って挨拶したりとか、うん、そのバンド顔とかその窓口担当、ね、担当みたいなとか、あと後ろでこう経理とかそういうものもやるみたいな担当で、うん、あのバンド内にそれぞれいてみたいな、でこういう会議になるとそういうのなんかその障害担当が全然集まるからね、うん、誰もまとめるやつがいなかったっていう、だからこの 4A のスタートはそれだよね、誰もまとめるやつがいなかったとこから結構始まって、どうにかまとまったのかまとまってないのかわからないけど、フェールのベースのケンスケさんとか、あの浅野家のヌナさんとかがため息ついてる、 あ、 そう、ね、あいつらみたいな、ヌナ、ね、君には結構苦労かけたなっていう感じは俺は、なんだか最後の介入があったから彼の介入があったから、こう一応いろいろちゃんと筋が通ってったあの、まあ、なんか諦めというか、うん、もう俺がやるっていう、そういうことだ、いや本当助かりましたすみませんって、うん、ね、あのケンスケさんからそれを感じました、ケンスケさん結構やってくれたので、はいはいはい、あの二人のこうなんか、そうね、見かねて俺がやるみたいな、見かねて、あとイベントやってくれた高島さんも、あ、そうね、本当助かりました、ありがたいですっていう、その話を思い出したっていう、ね、結構なんか初期の方で全然話がまとまんなかったから、うん、そう大したらしてないですけどね、まだね、大したらしてないんだよね、まあ、一応この、ね、配信しようもね、ちゃんとね、最初の段階で1年半ぐらい前に、はい、話したから、やっとちゃんと回収しやる、ようやく回収、そう、1年半ぐらい前だもんね、なんならあの場でできたようなことを1年半かけてようやく、うん、そうだね、ここで、まあ、それ大事っすか、ね、面白かったよね、でもなんかちょっと俺も 4A スプリット癖つきそうだなっていう、なんかこのいろいろやって達成した感じみたいなのがちょっと気持ちよくなって、そう、ホイホイやっちゃいそうな、え、スプリットってこと、スプリット癖がなんかちょっと次じゃあみたいなのをちょっと考え始めた、また 4A だろ、ダサいけどこいつ 4A しかやんないじゃん、ヘイルは 4A だ、 4A でやんのが怖いんだろみたいな、あのこの4バンドじゃなくてできないみたいな、なんだったんだみたいな、誰でもいいんだ、一緒にスピリット出せば誰でもいいんだ、ね、とか言ってやりそうだ、気をつけよう、ホームウェイはさすがにさ、また次のきつくないですか、いや、きついですね、本当に、いや、4バンドで動くこと実際結構難しかったですね、うん、そうだね、変に横だしね、縦みたいに一人ポンってなんか先輩みたいにいたら、確かにもうあの人の言うことみたいな、そうね、そうで、それで多分いろんなこと動いたんですけどね、うん、なかなかみんなこうどうしようかどうしようかって、うん、結構やったしね、やり取りはね、そうそうそう、あ、そう、この話をすべきだ、今回の 4A のこの話を進めてスラックを導入したっていう、あそうね、スラックで会話していた、スラックもね、どうなんだろうね、使いやすかったのかにくかったのか、微妙なところだったね、で一方で多分あれやんないとマジ、まあまあまあ LINE とかじゃ 100% 無理だったっていうね、なってたんですよね、うん、で一方でやっぱあれを普段使ってる人と使ってない人の差で結構その連絡量みたいなの変わってきますし、なかなか難しいですよね、何が最適解かみたいな、うん、かといって時間もみんな合わせづらいし、そうですね、みたいなとかも結構、うん、なんだかんだね、などなど、そうだね、文面だけだとね、やり取りがどうしてでも、そうですね、なんか伝わりづらいし、相手の表情見えないから、これ怒ってんじゃないかな、結構やっぱねあって大丈夫かなみたいな、うん、とかは結構気使っちゃったよね、その辺はその辺で、うん、あったと思う、その文面なんか怒ってるんじゃないかっていうのを伝えないために、僕あのよくあの手を挙げるやつを最近よく使うんですよ、あ、はい、はい、はい、あれはなんかはいっていう、あの怒ってないですよマークとして使ってる、下がってたら怒ってるの何もなかったらよろしくお願いいたします、無事ですよ、怒ってる逆に怒ってるかもしれない、怒ってるけど隠すためにする、あ、なるほど、複雑になってきた、コミュニケーションが複雑ね、フォーウェイスピリット作るにあたっておすすめのコミュニケーション方法を知りたいよね、あ、スラック使って大変だったけど、じゃあどうすればいいのかちょっとやってみた結果、いやどうなんだ、ね、でもスラックはそのなんか、うん、なんていうの、そのコンテンツごとにさ、こう仕分け、ジャンル別に仕分けされたから、うん、あれ良かった、うん、そうだね、うん、なんか、うん、会話が整理されてるから、確かにその初めて使ったけど、ね、なんか LINE でいいんじゃないかなって一瞬思ったけど、あれの方がいいね、そうですね、 LINE よりはなんかこう議題ごとにこうグループがある感じが、うんうん、後からさ登りやすいですね、比較的、比較的ですけど、まあ
チャットワークとかでも良かったかなっていう使いやすさ的には、うん、チャットワーク、うん、というよりか多分なんですけど、うん、まあ多分なんか Google ドックスとかと関連して、うん、なんかこう例えばある程度決まったことをまとめみたいな感じでまとめた方が良かったかなっていう感じしますね。というの、例えばその値段とか、うん、これ打ち話になっちゃうんですけど、うん、値段とかこうしようとかああしようみたいな仕様があるじゃないですか、ライブとかも、うん、あとライブとかもなんか、どこで何をなんかどれくらいでみたいな話があって、うん、それをある程度話あれを話し合いの場じゃないですか、スラックって OKOK みたいな、それをまとめてこれですみたいな、うん、みたいなする必要あったなと、はい、あ、じゃあそれがドキュメントとか、あ、そうですね、最終的にそれを一個にまとめて、ね、そこにさえアクセスすればなんかわざわざもう一回聞かなくて、多分なんか何度も聞くことあったじゃないですか、結局あれどうなんだっけみたいな、そうね、その会話 のコストが下がるんで、はいはいはい、確かに確かに、最近実はそれを今年に入ってからその状況で試すようになって、うん、何かが決まりなんか、例えば企画やりますってなった時、企画書というか全部その、まとめこれ A4 紙1枚目で分かるみたいな、はいはい、あとはもう質問しないでみたいな、それは俺もセルバでやった、だから全部まとめて、はいはい、いつ来るからとか、あ、そう誰呼ぶかとか、金計算も全部一個のシートにまとめてみたいなのやったやった、あ、それはドキュメントなんだ、それはね、スペッドシートかな、スペッドシートにまとめて、俺もなんか聞かないでって、そうそうそう、分かるけど聞かないでって、まあ、全部 Google、 そうそうそう、読んでから聞いてみたいな感じの奴隷に、そうそう、奴隷にそうね、作っといて、まあ把握し、やっぱ当たり前だけど把握しやすいね、自分も分かんなくなった時とかにもう普通にすぐ確認できるから、スラックで一時検索してなんだっけとか値段なんだっけってなるかも、これでパチってなるのがよくて、フォーエーではそれやらなかったね、そうですね、それが必要だったかなとは反省点としてありますね、でもそれも今年自分がいろいろやってながら、あ、みたいな気づいたみたいな、当たり前っちゃ当たり前ですけど、そういうの気づくのむずいですよね、てか作るのがめんどいんだと思うよ、まあ、そう発信するだけだよ、じゃあそのどうしようとかあれやりたいとか言うだけだから楽です、確かに確かに、そっからまとめるとこまであんまりやっぱ考えてなかったから、確かに確かに、誰かやってくんねえかなって、そうですね、今回よくもあるかそうなってしまった感じがあるので、なんか反省会だね、応援反省会ね、これってでもなんかどの社会でも会社でも特によくある話のような、まあなんか確かにまとめないっていうか、この組織のこうなってしまうみたいな、うん、こうあるあるな感じがする、難しいけどね、はい、というわけで、まあ一通り喋り終わったんですけど、それ各バンド今後の予定ということで、明日の受験は今後の予定として、考えながら、うん、まあ音源制作いろいろやっています、心境は結構バカバカバカ作ってまして、ね、まああとこれから冬、この今年の冬ですね、作っていって、春の前ぐらいレコーディングをして、うん、まとまった音源出そうかなと思っています、うん、でいろいろ海外のバンドとスピットだったりとか、あとちょっとした海外ツアー案件だったりとか、うん、あるとかないとか、あるとかないとかで、はい、まあやっていこうかなと思います、都内のライブはまあ後でまた告知しますので、このフォーエスピットのレコード12月1日、はい、渋谷ホームでがあります、よろしくお願いします、はい、ペールの予定は、うん、あるかなありますけどでもふわっとしちゃった、曲まだ同じアルバムを出したいなっていう思いがあるんですけど、いかんせん曲ができないので、どうしようかな、とりあえずシングルでパカパカ出す方が今っぽいし、そうそうそう、楽かもしれないなとか、なんかそういうパッキングの仕方で、ね、そのまあ、新曲出したことで、そのなんか結構分かりやすく反響というか、はい、聞いてる人が増えたなとか、それをパカパカ出した方がいいのかなみたいなのを考えたり、いやでもアルバムでパッと出したのか、でもアルバムだと5年ぐらいかかっちゃう、最近で全然できないですよね、はい、なんか時間かかりそうだなとかでちょっと悩んでますね、でライブは、はい、12月1日、はい、あとまあ12月もあったり1月もあったりちょこちょこ、あとまあツアー、海外ツアー案件あるとかないとかあるんですね、あるとかないとかあるとかない、まあ、あるんですけど、あるんだと思うんですけど、そのまあそのあるとかないとかもと別にもう一個あるんですけど、はいはいはい、夏、うん、なんかでもあれです、同じ予定と同じでってやつですね、そうですね、それなんか EU 案件ですよね、それ聞きました、あ、EU 案件があるんですけど、それもあるのかないのか不透明な感じ、あ、だからもう具体的には言えない、何もいやというか何も分かんない、まあ、別に多分あると思うんだけど、なんか来年ヨーロッパに行くらしい、うん、夏でも本当かなって、でもいつも通りなんで、はい、まあ、多分1ヶ月か2ヶ月前に全部パッと送られてきて、1ヶ月2ヶ月前だったらまだいい、そんな感じなんで、休み取れんのかなみんなみたいな、1ヶ月前でまだいい、日程は聞いてる、日程は聞いてるんですよ、まあ、細かい話は急に来るタイプの帽子、帽子からまあまあそういう感じでちょっと、まあ、普通にバンドマンらしくやっていきますみたいな、わかるんですけど、はい、お願いします、そう大事ですね、そうですね、当時仮想は目標になっちゃうけど、来年アルバム出したいんで、でも何も決まってないんで、アルバムとか音源ってなんか一応アルバム出してないっすね、アルバム出してないですよね、うん、で、まあ、その助言が春って言ってたから、うちらも春にしようかな曲溜まってんすか、曲はまあある程度あるんで、あとアレンジすればうそれ取っちゃって取ってほしいです、ね、ちゃんとした形で出したいなっていうのはあるかな、あとは、まあ、スプリットの12月1日のライブと2月20日になんか渋谷ホームのアニバーサリー12周年のライブが2日前ぐらいに決まって、なんか対バンがノーベンバーズのなんだっけソロの、あ、ギターのソロのケンゴ松本さんのなんかサットオーケストラ、うん、あのだけ決まってる、でもすごいじゃんって感じですかね、いいっすね、それ以外は特になしです、ノームは
特にないです。10月1日、ボーイスプリット2、レコ発やります。ぜひ、この4バンド、ぜひみんな、見に来てください。デジタルはパンクだけど、現場も楽しいです。おー、まだそうか、デジタルパンクは全然してない。してないね。まあ、いいか。バンオンラインでいいんじゃない？バンオンラインでいいよね。楽しそう。バンオンラインでいい。